もう現行のレンズにもね負けない描写力があります。はい、こんにちは、つづらフィルムです。今回オールドレンズのご紹介3回目ということで、もうポートレート向きのレンズをねご紹介します。もう一言で言うとバキバキの解像感を持ちながらも、オールドレンズの最大の特徴である美しくてとろけるようなふんわりとしたボケが楽しめるね、まさに最強のハイブリッドレンズをねご紹介しますね。それがこちらなんだけど、ペンタックスのスーパータクマ 50mmF1.4 っていうねレンズになります。スーパータクマっていうと、ほら 55mmF1.8 っていうレンズが有名だと思います。簡単に虹ゴーストフレアが入っていて、初心者だったりね1本目にね買う人がすごく多いと思うんだけども、今日はその 55mm じゃなくってこの 50mmF1.4 をねおすすめします。すごく明るくてポートレートに向いてます。で、簡単な概要なんだけども、これね1964年に発売されました。ちょうどね東京オリンピックの年ですね。なのでもう50年くらい、ね、前のレンズになりますね。で、最大の特徴なんだけど、これアトムレンズって言って中に放射線が入っています。人体に影響ないんだけどさ、こう経年劣化とともにね黄色くなるんだって。レンズがほら見て、ちょっと黄色っぽいでしょ、わかるかな。そうなので、こうね普通に撮影するともう真っ赤っかになっちゃって、とても使えたような写真じゃないので、ホワイトバランスを調整して写真を撮らなくてはいけません。で、 M ね42マウントっていうねレンズにスクリューマウントになるので、マウントアダプターを介して使う必要がありますね。で、このレンズはもう 55mmF1.8 とともになんだけども、最前期、前期、後期っていう3個のね型があります。それぞれね微妙な違いがあるんだけども、ちなみにだけど 50mmF1.4 のこのスーパータクマは一番最前期が解像度がバキバキとされてます。で、素晴らしいよねで、やっぱ気になるのが 55mmF1.8 とこの 50mmF1.4 の違いなんだけど もう解像度がね全然違う。 55mm1.8 はもうザ・オールドレンズって感じで、こうふんわりとねシャープネスが低くって、でフレアがすごい入るから、まさにオールドレンズっていう感じなんだけども、このね 50mmF1.4 はねバキバキの解像度持ってます。現行のレンズには負けないくらいの、ね、解像度がありますね。で、フレアはね、まあ、こう光の向きを考えないと入りにくい、ちょっとアクセント的に入れれるのがこの 50mmF1.4 ですね。もうポートレート、モデルさんが主なんだけども、そこに少しアクセントとして光入れたいよとか、おしゃれな、ね、フレアな入れ方ができますね。これを使って実際どういうのが撮れるかっていうのを今から見せていきますね。それではね1枚目ですね、こんな感じ。これは、友人と夕方にね買い物に行っていた時に何気なく撮った1枚、特に意識しないでホワイトバランスだけをね変えただけなんだけど、どう？良くないか？すごいね、俺これ好きな写真でさ、で下の方にちょっぴりさフレアが入ってるでしょ。こういうねおしゃれなオールドレンズなんですよね。こう特に大胆にねフレアを主張するってわけじゃないんだけども、ポートレート写真に少しねこう自然な感じでフレアが入っていて、なんか日常の写真を綺麗に残したみたいな感じが出せるのがこのね F1.4 50mm スーパータクマなんですよね。で、2つ目はこんな感じ。これも同じ友人なんだけども、 F1.4 っていうのを、最大に活かした写真ですね。で、めちゃくちゃ寄ったんでピンボケしたんだけども、背景の感じ、とろける感じ、どうかいどうかいやってめっちゃ良くないか。こういう少し違った色味もホワイトバランスを調整すること、サイドをいじることで撮れます。ちょっとふんわりしたボケだよねっていう感じで撮れます。55mmF1.8 の動画をたくさん出してる人多いと思うんだけど、それとちょっと違うでしょ。普通にポートレートがね映えるレンズとなりますので、ぜひ使ってみて。
僕のこの喋りで伝わるかどうかわからないんだけどさすごくいいよね。で値段的にも 55mmF1.8 が8000円くらいに対して、これはね1万円ちょっとくらいかな。なので値段の差としても2000円3000円くらいの差しかないから、僕はねこの 50mmF1.4 をひどくおすすめする。めちゃくちゃいい。はい、いかがだったでしょうか。今回はポートレートで使えるバキバキの解像度を持ったオールドレンズをご紹介しました。これね、言葉では伝わらない良さがたくさん詰まったねオールドレンズとなってますので、ぜひ買って使ってみてください。いつものねポートレートとちょっとね差をつけたい人はね使ってみるといいかもしれないですよ。すごくいい、これは。そして楽しいなのでね、使ってみてください。他にもねカメラ関係の話や、実は僕 Apple Store の店員を前までしてたことがあって、 iPhone 関係 Mac 製品の話をしているので、ぜひ概要欄から飛んでね見てみてください。じゃあ今日はねこの辺で終わりたいと思います。今日も見てくれて本当にありがとうございました。あなたのねお声が励みとなりますので、何かねコメント欄とかグッドボタンとかねチャンネル登録してくれるとすごく励みになります。よろしくお願いいたします。じゃあ今日はこの辺で、ありがとう、バイバイ。拙い喋りでごめんよ。